カチャンネルのグッズができました。とうとう、とうとう1年越しにここまで来ちゃった。っていうかイモいな。誰これ、誰これ、これヒカちゃんだよ。これヒカちゃんこと丹羽ひかるですとか言っとった頃だろ。ゆり先生こと田本直弘です。今日は手の洗い方を教えます。どの頃のあの頃の、まあ懐かしい初心をね思い出させてくれる T シャツ、はい、ちょっとさ、あの丸がでかすぎんかこれ。ちょっと思ってたのはこうもうちょっとでかいじゃない。でかいよ、いっぱいいっぱいだよ。これ着て歩けないよ私。これで行こう、ジャスコ。これジャスコ行くの？せめてスタバ、せめて USJ とか。あ、USJ これでアホやがな。アホやがな。アホや。でも、うん、これだけじゃないですよグッズはね。まあこれあの見てもらっていいけど、いろんな色あるんだよな。そういろんな色が選べますね。ご自身で好きなサイズ、あと色を選べるけど、うん、おすすめは白かな。まあね、ちょっとピンク、ピンクだとなんかこの辺のが、ね、バッグが微妙にピンクに引っ張られますね。うん、うん、ただこれ生地すげえしっかりしとって居心地はいいよね。いいよ、なんか良さげなやつですわ。うん、うん、もう洗ってもなんか取れなさそうだし、うん、ちゃんとしたやつです。これひかちゃん今 SS サイズだ。ひかちゃんは S。 これ僕が何もだって M かな、 L L L か L。 僕 170cm で60、まあ 7-8kg ぐらいだけど、まあ L L ぐらいの方がゆったりいいかもしれないな。ね、うん、私は 148.8cm だけど S 40kg ぐらいかな。体重も言うの？体重必要？あとほらあれだ、バスト、あ、スリーバスト、いいの？うん、いいよ。ぺったんこー、ぺったん。99 55 99。なんだっけ、藤子ちゃん。いいね、藤子。よし、とね。それよりはドラえもんに近いぞ。123 123 123。ドラちゃん123。確か123ってなんぼだった気がする。ねえ、紹介しますよ。いろんなものいっぱいあるから、いっぱいあるから、ほらどんどん紹介していきましょう。一通り我々もゲットしたんですよ。じゃんじゃん。これゆ、なんかここに影がついてるでしょ。こうだね。だね。これゆび先生のパーカー。ゆび先生パーカーね。これは表がこうで、表は何もついてないんだね。ついてない。バックプリントでございます。ゆび先生パーカー。ここも L って書いてあるんですね。L。うん。可愛いと思う。これね、ヒカル子ちゃんとセットで、そうよ、これね、ヒカちゃんが出てくるこの鼻綿棒を入れられる鼻綿棒人形のヒカル子さんの裏にね、ナオピロくんを描いてくれましたんで、これがそのままグッズになっております。ちょっと季節外れだけど、うん、L サイズ、あ、可愛いじゃんこれ。うん、後ろ向いてみな、バン、おいよいよ。もう本当に、なんだろうなこれ、あの実寸大ぐらいの大きさがあるね、この。ああ、実寸大です。かわいいよ。うん、まあかわいいかわいい。あ、なかなかいいですよ。似合ってる似合ってる。かわいいでしょ。かわいいかわいい。あ、いいじゃないか。こんな服もあるし。はいはい。ヒカルコちゃん T シャツ。ね。かわいい。こちらもございます。これナオピロくん。ナオピロくん T シャツ。ナオピロくん T シャツ。かわいいじゃないですか。かわいい。派手だね。派手派手。これでっかいね。うん、でかいね。L かな。これ L だね。これ L だね。こんなも。これも全部自分が好きな色選べます。ちょっと着てみようかね。はい、じゃーん、じゃーん。どうですか、ナオピロくん。あ、可愛い、夏にいいかも。そっくりだな。これ私この前それこそ髪を切ったんですね。はあ、このスマホケースを美容院にこうやって置いてたんですね。はあ、そしたらその美容院の方、どうも TikTok 見てくださってる方みたいで、あれ、なんかその人あの先生ですよね。すぐにバレました。はあ、こういったスマホケースも、これパカパカタイプのやつね。うん、ヒカルコさんのやつ。これは普通のノーマルだ、うん、ね。これもいろんな種類、ご自身の携帯に合わせて購入できます。全機種対応。全機種対応、全部あります。はいはい、あとマグカップね。あ、マグカップ。最近ご愛用のマグカップ。やっぱ夏はさ、ナオピロタンブラー。これってあれか、あのなんかローソンとかセブンで買ったあの
カップの穴だって、あ、そうそう、穴が入るような、コーヒーとかをシュポンとこう入れるやつだよね。そうそう、じゃん、入んね頭がね折れなきゃ。ひかちゃん帽子似合うな。ひかちゃん結構ね、あ、かわいいな、帽子が似合うの。これ何か合ってる、こういうなんか少年のようだね。これ、ゆび先生、これ合ってるあれみたい、ほら、うん、ちょこちょこちょこピーピー今でも流行ってるか、こういう帽子。あ、こういう帽子が、はあ、これ、なにこれ、こう、つばってこのまっすぐのまま、あ、そうよ、それ折っちゃ、それダメよ、曲げたりけど、ダメよ、ニューエラーこうよ。ニューエラーなのこれ、そうよ、ニューエラーはそうなの、はあ、こちらはハット、ハットね、これひかちゃんちょっとこれ今っぽくかぶってみてよ。うん、分かった、じゃあ先生これ今っぽくね、うん、今っぽくね、あるある探検隊あー、ひかちゃん似合うな、実際ほんと帽子こうかな、へぇ、おまわりだな、うん、かわいいよ、かわいいな、これ後ろにかぶってもいいんだよ。あ、なるほどね、うん、あ、いいよいいよ、かわいいでしょ、あ、かわいい、先生早く取った方がいいよ、出たよ、まあ、こういった帽子も、こういった帽子もございますよ、ございます、ファッションつながりで、うん、あ、これかわいいな、これロンパスだろ、ベイベちゃんのうちの第6子の夏目、夏にこの季節着せようと思ってます、はい、あとよだれかけな、こういいね、大人も使えますよ、使えねえよ、お前よだれかけ垂らすなよ、まあ似合ってなくはないのがちょっと面白いけど、うん、でもはい、首縛っとる、男の人でも止めれるね、ギリギリやこれ無理無理、こんなんちょっと嬉しい嬉しい嬉しいね、これも色があったかな、これめっちゃ色ある、ね、めちゃくちゃ色、いろんな色あります。お待たせしました、待ってねえと思うけどカバンなどなども、あ、カバンね、これ結構でかいこれやべえな、全部これで揃えたらおかしな人たちだな、可愛くない、まあ可愛い、実際可愛いです、こうやって、うん、ショルダーバッグ、ね、結構でかかったね、ショルダーバッグ、これ結構でかい、うん、何でも入りそうですね、うん、エコバッグになりそうですね、はいはい、これ何これ、着用袋、シュールこれ何、ハンカチ、あ、これハンカチ、あ、これね、何だったっけ、 S、M、L みたいなのがあって、いろんなサイズがある、うん、これ真ん中のサイズだけど、真ん中のサイズがね、こういうなんかこう、吸収のいいタオル生地みたいなやつですわ、うんうんうん、これひかちゃんの一押し、これ何、これ一応バッグなんですけど、トートバッグか、うん、はいはい、これもいろんな色あるんだけどね、黄色かわいいじゃん、かわいい、これひかちゃんちょっと今日からも本当に愛用して使います、はい、これでちょっとお出かけを、全然黄色似合うもんな、うん、黄色好きなんですよ、これイエローマンキー、ひかちゃん、だから私あのね、まあここで言う話じゃないかもしれないけど、はあ、脱オランウータン計画をされてるの、されて、はあ、まず脱毛をこの前多分YouTube で、はいはいはい、して、それでちょっとあの髪の毛がね、ちょっとオラ、うん、ウータンっぽかったんで、なんかオレンジだったもんな、ちょっと知りました、あ、色も変えて、色も変えて、あ、いいですよ、似合ってはいます、いいですかね、文房具行きましょうか、文房具行こうか、じゃんじゃん、ステッカー文房具じゃねえけどな、これあの小学生の皆さん、中学生の皆さん、高校生の皆さん、どこにでも貼れますよ、どこでも貼れ、自転車に貼ったら盗難防止だし盗まんでしょ、盗まんな、これ貼ったら盗まんな、盗まんでしょ、あの傘とかに貼ってもいいかもね、透明な、あ、まあ確かにね、盗まれんでしょ、賢いね、でも閉じてあるから僕分からないかもしれない閉じた状態で盗むだろう、だってじゃん、あ、こっちはクリアファイルですね、あー、かわいい、クリアファイル絶対使うからな、それ日々ね、 100% 使うよ、何事も、クリアファイルです、そしてこれクリアファイルさ、結構すごいな、このちょ、分かるかな、この質感、スポンジっぽさがより出てるんだよね、うん、分かるかな、こんな感じになってる、このスポンジに書いたんですけど、ね、この質がこのスポンジの質感がそのまま精密に、うん、出てますね、じゃん、めっちゃ気持ちいい、これ何これ結構でかい絵だね結構でかいこれもバーこれ結構柔らかいね、気持ちいいですね、気持ちいいね、これなかなかいいです、ね、
これあの、うん、タオルケットって言ったお昼寝、まあ、毛布かな、うん、柔らかい、これまたなっちゃう、膝掛けとかね、いいですよ、うん、本当にこれいいじゃないですか、うちのクリニックに持ってきましょうよいよいよ最後となりました。最後となりました。何じゃろか、これ何これ、これ何これ、これ何、分からん、買ったのはいいけど、あ、ここ開くな、あ、ジュース、あー、なんかペットボトルとかをこうギュッて入れるやつかな、うん、あ、なんかこの、うん、霜が本生地だ、うん、そういうことですわ、種ねんように、うん、こういうのもありますよと、これ丸いからね、あー、なるほど、そうそう、ギュッとね、うん、あー、これなんて言うんだろうね、ペットボトルホルダー、あ、ペットボトルホルダー、ペットボトル入れ、うん、こんなもんですか、あとこれよ、おーこれ私たちも実際に、今クリニック耐えて、じゃじゃーん、ヒカルコ&の指輪、なおピロ、なおピロ、反対ですね、それじゃーん、まだこの息の合ってない感じがするな、やっぱ先生といえばこの鼻下ですからね、そうですかね、これだけでも伝わるという、あの一応鼻綿棒のこの穴はここにちゃんとね残ってます、残ってますね、ゆめちゃんポイント、そうだったね、私たちの原点は鼻綿棒だからね、そう、忘れちゃ困るよ、そうだった、最近怠けてた、鼻綿棒職人だからこんな感じで、はい、ということで、まあいろんなね、グッズができましたんで、色も結構もういろいろ選べますし、うん、あの、ぜひぜひまあ、まあいいかなと思う人は無理に買ってすみませんがあまあまあ楽しんでいただければな、でも正直本当にね可愛いな、私人生で初めてこんな自分の絵が商品になったちょっと嬉しいよね、うん、あ、ひかちゃん本当に手書きだからなこれな、え、なんかもうちょっといろんな作りたいな、そうね、また作りましょう、うん、うん、って思いました、えい、ということで皆さん、はい、一応紹介でございました、バイバーイ、バイバーイ、時を超えて君を愛せるか、本当に君を守れるか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆみ先生のゆかチャンネルでは日常の医療的な疑問にお答えしたりしております、はい、最近では TikTok とか Instagram もやってますので見てください、あとは生配信かな毎週水曜日夜9時から生配信してます、はい、見てね見てね見てね